韓、スヨンは、大韓民国ソウル特別市出身の俳優。ソウル特別市で4人兄弟の長女として生まれ、そのまま同市内で育った。1971年に、子役として、しっかり者の冒険でデビュー。1976年の、私は告白するで、映画デビューも果たし、子役スターとして活躍した。その間、東名女子高等学校を経て、 高来大学公原論大学院に学んだ。1985年の W の悲劇での演技が評価され、子役スターから青年俳優としての道を歩み始めた。イム・グオンテク監督の作品のうち、バジでは、両藩の家に雇われた代理母、音量演じ、ベネツヤ国際映画祭及び、なんと三大陸映画祭で、主演女優賞を受賞。また、 原ハ原決体では、仏門と属性の狭間で迷いながら、修行を続ける陸に寸療役で、モスクワ国際映画祭及び大金賞映画祭で、主演女優賞を受賞し、韓国国内において、ワールドスターと称されるようになった。1990年には、墜落する者には、翼がある。1991年にも、競馬場へ行く道で、 国内の各種映画祭主演女優賞を受賞し、国内国外の双方で高い評価を確立させた。2000年にはイタリアの映画祭で解雇展が開催されてもいる。テレビドラマでは、1985年にあなたに出演して、以来、長らく出演がなかったが、2001年、中層在世時、朝鮮三大悪女の一人として、名を馳せたチョンナンジョンを主役とした歴史ドラマ。 女人殿下に主人公、ランジョン役で出演した。この時、韓国ドラマ史上初めて、ランニングギャランティ形式にて契約を行った。ドラマは、韓国国内にて、視聴率30%を超える大ヒットとなった。2009年11月、イム・グオンテク監督の最新作、月の光を組み上げるに、パクチュンフンと共に出演することが発表された。ABCD。 カンスヨンプロフィールシネマコリア2009年11月21日 T8 時57分 Z 閲覧林健三氏の101作目パクジュンフンカンスヨンが主演中央日報2009年11月19日不記事ありがとうございます